皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の峰竹明です。1ヶ月チャレンジ23日目になります。それではですね、四つ這いでキャット&カウというねエクササイズをやっていきましたけれども、今日はちょっと姿勢を変えてカエルさんクロックポジションに持っていった状態で骨盤背骨を連動させて使っていくようなワークをやっていこうと思います。これは私がモーニングのルーティーンでねやっているストレッチの一つでもありますので、ぜひですね、股関節硬い、骨盤背骨がね動きにくいよという方はですね、日々のルーティーンに踏み込んでいただければと思います。それではやっていきましょう。それではですね、まずは四つ這いポジションから、ここから床面に肘をついていただいて、足の幅をちょっと広げましょうか。はい、そしてつま先の向き、できる方外向きに開いてもらって、まずはこの状態を作ります。そして骨盤をぐーっと前に倒したポジション、少し背筋が伸びている状態から、背中が丸まらないようにぐーっとお尻の方に重心を寄せていってください。結構ねきついと思うんですけれども、無理のない範囲で少し寄せてみてください。ゆっくりと戻して10秒間を、ね、5セットいってみましょう。ではぐーっと引いていきます。戻します。もう一度後ろに、骨盤を前に倒した状態で背中が丸まらないように重心を後ろに持っていきましょう。ゆっくりと前に戻します。3回目です。後ろに行きましょう。背中丸まらないようにしてくださいね。ゆっくりと前に、4回目です。後ろに引いていきましょう。戻して、ラスト1回です。余裕がある方、ちょっと膝の位置開いてみてください。ぐーっと後ろに引いていきましょう。ゆっくりと前に持っていきます。もしこのポジションきついよという方は、足の裏をですねこうくっつけるような感じで、膝の位置ね変えずに足の位置を内側に持っていっていただくと、よりやりやすくなりますので、このポジションちょっときついなという方は、これからやっていくワークもちょっとね足の位置をね内側に閉じた状態でやっていただくと、すごくね楽にできるかなと思いますので、チャレンジできる方は足を開いたり、難しい方はちょっと足を閉じた状態でチャレンジをしてみてください。ではそれぞれの足のポジションで、この後ろに引いた状態から骨盤をぐーっと後ろに倒すように背中を丸めていく。そして骨盤を前に倒していきながら背筋を伸ばしていく。これを続けていこうかと思います。まずはゆっくり10回いきましょうかね。ではこの状態から背中を丸める方向、お尻の穴を床方向に向けるようなイメージ、骨盤前に倒して背筋が伸びます。2回目に丸めて、おへその動き込むように伸びました。骨盤前に倒して伸ばしていきましょう。3回目丸めます。ぐーっと丸め、骨盤前に倒して伸ばします。4回目ぐーっと丸めて伸ばします。5回目いきましょう。だんだんね可動範囲広げていってくださいね。伸ばします。6回目伸ばします。伸ばして、より可動させたい方は肘の位置をちょっと足方向に近づけてもらうと、より背中の丸に沿っていく状態っていうのをよりね動かしていくことができるようになっていきます。少し手の位置なんかも変えてみてください。あと3回いきましょう。おへその動き込むように背中を丸め、骨盤前に倒しながら伸ばしていきます。あと2つ丸めていって伸ばしましょう。この伸びて伸びて伸びて
ラスト1回行ってみましょう。丸めて、ぐるぐるっと丸めて、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 最後伸ばしていきましょう。OK、一度足閉じていただいて、少し休みしましょう。ではゆっくり頭の最後のように体を起こして、さあ今日はですね、ここからさらにもうワンエッセンス追加していこうと思いますので、今のところ全然余裕があってできるよという方はぜひ次のステップに進んでいってみてください。今度はですね、今の背中の丸めたり伸ばしたりのワークを前後の重心移動を追加していこうと思います。まず少し背中が伸びた状態で重心を前に持っていき、前で行ったところから背中を丸め後ろに持っていきます。そしたら骨盤を前に倒して重心の前、背中を丸めて後ろ、こういう形でちょっと動かしてみましょう。少し立体的な動きになっていきます。ではまず5回いきましょうかね。重心お尻側後ろです。骨盤前に倒れた状態でステップアップ。背筋が伸びたまま重心前に持っていき、背中を丸めながら後ろに持っていきましょう。2回目、背中をぐっと伸ばして前に重心、前に行ったら背中を丸め、骨盤も丸め、重心を丸めたまま後ろ、後ろまで行ったら骨盤前に倒して重心を前に持っていきます。床面しっかり押して背中を丸め、重心後ろ、骨盤を前に倒して重心を前に持っていきましょう。背中を丸めて、丸めた状態で重心を後ろ、骨盤前に倒して筋が伸びた状態で重心を前、骨盤丸めながら重心を後ろに。では5回素早くやっていきましょう。あと5回いきます。1、2、3、4、5、はい、OK です。それでは今度逆の動きを作っていきます。骨盤が前に倒れ背筋が伸びている状態から重心を後ろに持っていき、背中を丸めます。丸めた状態で重心を前に持っていき、前に行ったら骨盤からぐーっと前に倒して背筋が伸びた状態でお尻後方、そして丸めていきながら重心を前、背筋を伸ばしていきながら重心後ろ、3回目、丸めた状態で前、骨盤前に倒して背筋が伸びた状態で後ろ、4回目、背中を丸めて重心を前、背筋を伸ばした状態で後ろ、ゆっくりラストいきましょう。骨盤を丸めた状態で前、背筋を伸ばしながら重心後ろ。では5回素早く動かしていきましょう。では行きます。1、2回目、2、3回目、3、4回目、5回目、5、はい、OK です。ではゆっくり足を閉じていただいて少し休憩をしましょう。ではゆっくりと手を近づけていき、頭が最後になるように体をロールアップさせていってください。いかがだったでしょうか。クロックポジションで股関節を開いた状態で骨盤背骨をね連動して使っていく、そして背骨をですねバチッバチッと動かすのではなくて、こうやってね波を打ちながら使っていくっていう、すごく機能的なエクササイズメニューになっておりますので、腰痛のね軽減等にもつながっていくエクササイズですし、運動パフォーマンスの向上にもつながっていくような大事なエッセンスを含んだねエクササイズになりますので、ぜひちょっと苦手だなっていう方はですね、少し今日お伝えした足を閉じた状態からスタートしていただいて、少しずつ体のね柔軟性動きっていうのを出していっていただければと思います。明日はですね、また四つ這いの状態に戻っていて、骨盤背骨を連動させつつ、さらに股関節をね、ちょっと回していくようなエッセンスをね、追加したエクササイズをやろうと思ってますので、明日の動画も楽しみにしていてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。